はい、皆さんこんにちは。アイポンタンことアイです。今日はですね、天気がとっても良いので洗車をしていきたいなと思います。ここの部分ですね、ボンネットのボツボツがとっても気になるので、このウォータースポットを徹底的に洗っていきたいと思います。はい、ではまずシャンプーを作っていきます。今回私が使ったのはシュワラスターのこちらのカーシャンプーを使いました。これを2杯分かな入れて作っていきます。はい、こんな感じでクリーミーな泡ができたので早速洗っていきましょう。ではまずね、小さなホコリを落とすために洗い流していきます。皆さんはどっち派ですか？家派ですか？それとも洗車場派ですか？どっちだろう。でもあれか、その時の汚れ具合とか気分にもよるか。私ガソリンスタンドとかによくあるセルフ洗車機、あれやったことないんですけど、自動でバーって入って出てくるやつ、あれどうなんですかね。どれぐらいまで落ちるんですか。ちょっとね、興味はあるんですけどやったことなくて、今度やってみようかな。あとこうやって洗っている間にも、一番最初に洗ったところがどんどん乾いてきません？でちょっと水垢とか残ったりするんですよね。それを考えると部分部分で洗った方がいいのかなって思ったり。皆さんはどうやって洗ってるんだろう。なんか他人の洗車なんてそんなまじまじと見ないからさ、ちょっと興味あるよね。なんかこだわりとかあったら教えてください。アイポンタン。はい、ではシャンプーが一通り終わりましたので、次はこちらのクリーナーをやっていきます。こちらも同じくシュアラスターの粘土クリーナーです。これでシャンプーだけじゃ落ちなかった鉄粉とか、あと表面のザラザラなどを落としていきたいと思います。粘土って言っても結構カチカチなんでね、これを一旦水に濡らしてちょっとぺったんこにしていきます。これくらいかな。はい、じゃあやっていきます。でその前に、付属で入っていたこの指が入るぐらいのビニールシートがあるんですけど、それで表面のザラザラをまずチェックします。見た目は意外と綺麗なんですけど、全然もうやってみたらザラザラでした。なので全体的にクリーナーかけていきます。ちょっと水かけながら優しく優しくかけていきます。でやってるうちに結構粘土が汚れてくると思うんですけど、そしたらまた練り込んで練り込んで綺麗な面でやっていくっていう感じですね。結構頑固なザラザラがあったんで、ちょっと念入りにやりました。はい、じゃあほぼサラサラになってきたので流してから乾かしていきます。はい、次はちょっと吸水タオルで拭く前に水滴をねちょっと弾きたいので、私はブロワーをまずかけていきます。
この人魚のヒレみたいなタイプのブロワー見たことあります？私初めて見たんですけど、旦那が YouTube でなんか見たらしくて購入したんですけど、 3D プリンターで作ったんですって。すごいですよね。もし興味がある方がいたら YouTube で検索してみてください。洗車ブロワー拭き取り不要で検索してみてください。多分出てきます。はい、でライト周りや細かいところはこの通常のノズルの方で吹き飛ばしていきます。で最後に吸水タオルで残った水滴を拭いていきます。もうこの時点でも全然綺麗ですよね。雲が映るぐらいピカピカになりました。あともう一工程だけやって完成させていきます。はい、最後に使うのはこちらも同じくシュアラスターのクリーナーを使っていきます。スピリットクリーナーですね。で本当はここで違う商品を使いたかったんですけど、あのブードゥーライドっていう商品をね欲しかったんですけど、旦那曰くもう日本中全国売れ切れみたいでなかなか手に入らないんですよね。誰か持ってる人いますか？スーパーオートバックスも行ったし、あとあらゆるホームセンターもなかったし、ネットもないし、アマゾンあるんですけど、アマゾンで注文したんですよ。でも注文したのが3月20日で未だ未発送です。そんなにこれ人気なんだね。逆になんか使ってみたくなったんだけど、あれかな、転売屋がめっちゃ買い占めてるのかもしれないね。まあでもこの今使ってるシュアラスターのやつでも十分綺麗になるので全然満足です。こんな感じでもうツルツル通り越してトゥルントゥルンになりました。いい感じ。はい、どうでしょう。すごい綺麗になりました。これ何も加工とかしてないですからね。ここまで綺麗になりました。あと最後にこちら、あの前回の動画でこのボロボロになってしまったエンブレムをちゃんとね下地から塗って塗装をし直しました。以上です。今日も最後までご視聴ありがとうございました。